おはようございます。たまです。ピオタン、お屋敷潜入大作戦、やっていきましょう。前回、もう結構ね、進展しました。さつきさんってね、自分の作品がこう認められなかったことによる、こじらせ系やさぐれ男子みたいなね、感じに今まで映ってたじゃないですか。飲み歩いたりね、荒れた生活を送っていたりとかして、それがですね、一点ですね、自分の両親の死の原因ね、自分がたまたま乗らなかった車に乗ったことによって、両親がね、事故に遭ってしまうということで、実は自分の方が命を狙われていて、代わりに、両親が亡くなってしまったんじゃないかっていうね。で、そういうのを出版業界に官能小説家として居続けることによって長い年月をかけて調べていたっていう、一気にさつきさんの方が探偵ですやんっていうようなね、有能感がねバーンと出してきましたね。それでですね、トール君にね、一緒に頑張ろうみたいな感じでね、一気にさつきさんがピルルルンって回転して、伝わるかな、仲間になったんですよ。もう今ね、あれよ、ドラクエで言うならね、トール君が歩くたびにさつきさんがね、くっついてきてくれてるはずです。つるるんつるるんって。こうね、どこ行ってもさつきさんついてきてるって。わあ、仲間なった、やらないみたいな。やるじゃないですか。仲間なった瞬間、後ろにね、ついてきてくれるんでね。ちょっとうろうろしたくなりません、あれ。マップをね、ウェーイ、ついてきてる、ついてきてるみたいな。今、あんな感じです。そうです。そんでですね、今度ですね、まあ、誰かがね、来たような、みたいなところで、終わってたんですけど、よし、誰が来たんでしょうか。ここちょっとね、気になってましたんでね、ちょっと中途半端のとこで切っちゃったんで、音もない中ね、ちょっとメロディーが流れるかな。えい、誰だろう。誰ですか。二宮くん、眠ってるのかい。あ、二宮くん、意外、 M 様じゃん、中の人が。ちょっと待ってください、今開けます。あれですよね、さつきさんのルートで山崎さんが絡むの珍しい。おはよう。ゆうべは夜更かしでもしたのかい。誰かと共通ルートかな。うん、ちょっと一気にね、あれだったんですよ、さつきさんとのね仲が進展したので、いろいろ考えることが多かったんですよ。な、もうこんな時間。トール君のパジャマ可愛いよね。若干ちょっとこう、シワの行き方が A ライン入ってる感じで、こう男の子のねパジャマじゃないみたい。ちょっとあれかな、西洋風のパジャマって感じかな、こういうね、お屋敷のね。すみません。いやいや、最近の君はよく働いてくれているからね、たまに寝坊するくらい構わないよ。優しい。以後気をつけます。それで俺に何かご用ですか。はい、これ君宛ての郵便。あれ、里村さんからかな。ありがとうございます、わざわざ持ってきていただいて。俺もついでだったから。じゃあ確かに届けたからね。あざーす。じゃああれかな、出版社からなんか送ったから。一体誰からなんだ。って、あれ、
最終選考に残ったの。あれ？で、誰かが開封されてる？あら。何なに？ほう。あれかね、聖君のルートの時に長谷川さんって結構もう後半になって立ち絵が出てきて犯人でしたっていうね、前振りもなくだったので、審査員の中に黒幕がいて、その人がね後半になってまた立ち絵でバーンって出てくるのかな。先日送付していただいた作品。あらほら、大変興味深く拝見しました。トール君が襲われちゃうぜ。つきましては伺いたいことがございますので、ぜひ直接お会いしたく、お会いしたくってことは俺が書いたんじゃないってバレちゃったのか、それとももしかして本当に賞を取っちゃったんじゃ。内容がね、さつきさんの自伝みたいな内容だったので、そういうことをね知ってる子がいるってことで。日付は今日じゃないか、いきなりにも程があるな。開封の跡があるってことはあれかな、さつきさんが先に見て開封してんのかな、それともこっからさつきさんに相談するのかな。しかも寝坊した後の午後1時って。いやいや、ちょっと待て、俺これって絶対怪しいよな。さすが、ケイタ君と違ってここで怪しいって思うところが登録偉い。ケイタ君すぐ行っちゃうんだよ一人でね。ここやっぱトール君はちょっとね、ケイタ君よりもね、やっぱり二十歳だからね。そうそう、で二宮トール探偵さんの二十歳だからね、見た目も中身も大人だからね。そうそうそう、拉致られるよ、学園ヘブンのパターンで言うとね。さつきさんに相談。ここはさつきさんに相談だよね。私出る前から今思ったもん。里村さんかさつきさんで、ルート的にはさつきさんに相談。会わずに外で待ち伏せするとかね、この辺見たいけどね。まあ、相談しよう、普通に。だって仲間になったから、さつきさん。えい。そうそう。ほうれん草は大事なの。そう、中島さん、学園ヘブンの中島さんね、ほうれん草しなくていつも揉めてたから、で、ケイタ君もあまりほうれん草せずにね、すぐ突撃しに行ってたから、ほうれん草していこう。さつきさん、いますか？入りますよ。いなかったりとかする？もしかして。1時までに帰ってこなかったりとかする？あ、いた。よかったよかった。どうしたの？こんな朝早くに。まあな、わかるけど私も言うね、あれなんですよ、朝、今の生活がちょっと夜が遅いんで、昼前ぐらいに起きるので、朝早くにね、電話かかったりするのが嫌なんでね、私線抜いてますから、ね、大変なんです。この間さつきさんに頼まれて出した小説なんですけど。この間のって今年の総月賞の？はい、 そうですよ。その審査委員長の三原って人から手紙が来ちゃったんです、
話を聞きたいから今日会いたいって。へえ、そう来たのか。それにしても急な話だね。もしかして俺の名前で賞を取っちゃったってことはないですよね？それは絶対にないよ。君もあの小説読んだならわかるだろう。なかったことにしたいって思うならまだしも、賞をあげようなんて思わないって。ということはこの差出人が犯人ってことですか？さあね。でも接触してくるところを見ると何か関係あると思うけど、やっと餌に食いついたってとこかな。それじゃあ俺はこの人と会った方がいいんですか？そうだね。君宛に届いたんだから君が会いに行って話を聞いた方がいい。がっつり危ないことやらせてくるようになったね。あんなに縛って突き放すために縛ったんだよみたいなことをね言ってたんだけどね、いざ仲間となったらがっつり危ないことをさせるね、さつきさんね。一緒に行こう。ちょっとさつきさん、あれよ、学園ヘブンの中島さんみたいに遠くからちゃんとロックオンして、いざって時にはね。さつきさんでも強くなさそうなんだよね。小説家さんでインドアで体とか鍛えてんのかな。うん、来てもらおう。うん、一緒にいてくださいって言いたいよ。頼っていこう。ちょっとね、一緒に行動していこう。懐いていこう。さつきさんも一緒に行ってください。僕？あ、でも姿を見せちゃダメだから、モニタリングしといてほしいのよ。ちょっとイヤホンとかつけて。俺が話を書いたわけじゃないし、その方がいいと思うんですけど。それに手紙、俺が見る前に開封したような跡があったのが気になって。あ、一人で行ってこいって言うんだ。それはできないよ。僕じゃなくて君だから相手は接触しようと思ったんだろうからね。やっぱりそうですよね。とにかく会うのは君一人で。あ、そうそう、モニタリングね。僕も近くで待機しているつもりだよ。何か問題があれば助けてあげる。んじゃ、君の仕事ぶりを見せてもらうよ、新米探偵くん。はい、任せてください。まあね、ついてきてついてきてとか言っちゃったしね。どっちが良かったんだろうね。僕一人で行ってきますよ、どやーって言った方が良かったのか。でも本当に危険だと思った場合はすぐに逃げるんだよ。それとこれが審査委員長の三原。なんかあれかな、可愛い男の子が好きだったりとかするのかな、三原さん。うん。君も名前は知ってるでしょ、日本のミステリー界の大御所。そうなんだ、この人か。初めて見る顔です。顔をよく覚えておいて。本当にこの人が来るとは限らないからね。あ、なるほどね。それでも結構忘れちゃうけど、ね、それとこれは僕の携帯番号、何かあったら連絡して。俺のも教えておきます。ゲットした、ゲットした、よかったよかった。じゃあ行こうか。はい。
あ、ちょっとドキドキしてる。もうなんかあれだね、デートじゃないんだけどっていう発想にね、行ってるもんね。君、緊張してるの？さつきさん、どっちでも OK みたいに言ってたもんね、男子でも女子でもね、せいくんがね。あ、ごめんなさい。そんなに謝ることじゃないと思うけど。むしゃぶるいですよ。さて、目的地に着いたみたいだ。頑張ってね、探偵君。君は中央から3つ目の席に座って、僕はその斜め奥に座る。そこなら相手に顔は見えないはずだからね。さつきさん、ちょっと変装とかした方がいいんじゃない？はい、わかりました。ご注文はお決まりですか？コーヒーを。かしこまりました。昔だからね、タッチパネルじゃないね。向こうがさつきさんじゃないことを確認しただけで来てくれないのかな。あのお客様。あ、メッセージが。何でしょう。二宮徹様でいらっしゃいますか？はい、そうですけど。お手紙を預かっております。はい。ではすみません。あの、何か。これ、いつ誰から受け取ったんですか？ああ、それは午前中に来たお客様のテーブルの上に置いてあったんです。先ほど電話があって、男の子がずっと人を待っているはずだから、その方に渡してくださいって。それで、これが預かった手紙？はい。一体何が書かれているんでしょうね。さあね。何が書いてあったんですか？君も読んでみて。朗読いてほしかったね。あの、観音小説は読んでくれたのね、声に出してね。
二宮徹殿、君が風間さつき君の代理人であることは分かっています。本来は直接会って君たちに話すべきなのだが、会う勇気のない私を許してほしい。7年前風間君の蒼月賞受賞を取り下げたのは私です。風間君の作品は大変素晴らしく、新しい才能の出現にみんなで驚嘆したものです。審査段階では作家の詳細は伏せて審査を行うのだが、審査が終わり候補一覧が上がってきた時に、私はその中に自分の息子がいることに気づいてしまった。息子といっても私と愛人の間にできた子で、認知もしていない。息子自身も私が親だとは知らないだろう。私が審査委員長を務めるこの賞に偶然出品してきた息子のことを思うと、今までのせめてもの償いとして賞を取らせてやりたくなったのだ。だがその時すでに風間くんの受賞は揺るぎないものとなっていた。そこで私は彼に賞を辞退するよう手紙を出したが、当然のことながら相手にされなかった。だから風間くんが風間グループの息子であることを利用して審査員買収の噂を流したのだ。あとは君たちの知る通り、権威を重んじる委員会はその露呈を恐れ、風間くんの賞を白紙撤回させた。風間くんのような才能があれば、この賞を逃したぐらいで潰れてしまうことはないと思っていた。タイミング大事ですからね。ちょっとずれただけでね、うまくいかなくなっちゃったりしますからね。しかし買収の噂が広がって、風間くんが文芸小説を書けなくなっていたとは私自身知らなかった。謝って済むことではないが、本当に申し訳なく思っている。この罪を私は7年間ずっと隠し通してきた。もっと早くに告白すべきだったのだが、今日まで築いてきた自分の地位や名誉が障害になってここまで伸びてしまったのだ。今さら許してほしいというつもりもない。ただ風間くんの小説を読んで自分の罪を告白し謝りたかった。このことを公表するのは自由だ。非難を受ける覚悟もできている。君たちに詫びることができるならば、どんな協力もするつもりだ。でも息子さん、逆にほら、代わりにさ賞を取った息子っちが失脚になっちゃうよね。あれだよね、裏口入学みたいな感じで、取るべき人じゃない人が取ったみたいになってまた騒がれちゃうね。ただ残念ながら風間くんのご両親の事故については何も知らない。それだけは信じてほしい。じゃあやっぱりあれか、南さん、南さんが息子っちなのかな。三原さんの、違うかな、偽南さんが三原さんの息子っちで、大丈夫ですか。で南さんも俺の下であがけの一夜様みたいに愛人の息子だってことでこじらせてて、で賞を取るためにでもどうだろう、風間さんだけ賞を取らずに取れなか、あの段階では賞を取れなかったって分かっ
ってて、親御さんとの会食でそれを言えなくなっちゃって、その帰り道だから、それで風間さんごと摩擦ね、息子っちがしたことやったの。頭外れちゃったな、自分が撮ったからさ。でまたあのほら声優さんのねお芝居の見せどころと言わんばかりのさ、あのちょっと悪い人のヒャッハー芝居をね見せてもらえるんかなと思って、南さんから。今さらこんなこと告白されてもどうしようもないのに。さつきさん、風間グループから金が流れたことがガセだってことはとっくの昔に知ってたよ。でも何の金銭の動きもないのにそんな噂は流れないと思っていた。だから審査委員に別の方向から金が流れたんだと思ってた。小説にその証拠を公表するようなことを匂わせれば慌てた犯人が接触してくるかと思ったんだ。実際接触してきたしね。でも違った。脅迫状を送って僕に受賞を辞退させようとしたことは理解できる。でも彼の言い分だと僕の車に細工する必要はない。そうですね、賞の取り下げが決まっていたのならそこで彼の目的は達成されていたってことですもんね。ねえ探偵君。はい。君はこの手紙の告白は真実だと思うかい？うん、ここまでは真実で、で、あの青白い顔の人がこのゲームは犯人だと思うので、息子っちじゃない、三原さんので、息子っちは息子っちで、なんかね、その息子っちがさ後にさ有名作家になってるかどうかにもよるんだよね。一応本当だと思いましょう。本当だと思うよ。俺は少なくともここまではこの人は嘘をついてないと思います。理由は？俺たちを混乱させるためにこんなことを告白するとは思えないんです。嘘をつくならもっと自分の罪を隠したことを言うはずです。例えばどんなこと？自分のアリバイを証明するとか、他の犯人をでっち上げるとか。なるほどね。俺には本当にこの人が罪の告白をしているように感じました。もしかしたら俺が信じたいだけなのかもしれませんが。うん、僕もそう思うよ。ということはおそらく審査委員長側からの賞の取り下げとは別に、さつきさんの車に細工した人がいる。そう考える方がすっきりしますよね。そうだね。彼の告白が真実なら僕も君と同じことを考えたよ。さつきさん、聞いてもいいですか？あれじゃん、絶対役に立たないじゃん。あれなのよ、自分たちが事故と判断してしまったらもうひっくり返すってなったら結構大変なのよ、ああいうのってね。身内がさよく大変そうじゃん。ちょっと悩む。私ならもうゆきひろさん出したいね。物語的にね、あのお兄さんっていうキャラクターがいるんだから、そこで前半に揉めてるじゃないですか。
兄弟仲ね、ついでに兄弟仲もねちょっとマシにしたいなっていう流れがあった方がいいと思うので、警察よりゆきひろさんを選びたいのでゆきひろさんにしてみよう。えい、どうしてゆきひろさんに相談しないんですか。難しいけど私失敗かな。たとえ両親の死の理由がどんなものだったとしても、うんうんうんそうだね、僕のせいで両親が死んだことには変わりない。結構十字架背負ってますな。両親が死んだせいで風間のすべてを兄さんが支えなくちゃいけなくなったんだ、これ以上兄さんに迷惑をかけることなんてできないよ。でも幸寛さんに話せば絶対協力してくれますよ。だろうね。でもこの件は僕が蹴りをつけるって決めたんだ。それに兄さんは兄さんで抱えていることがあるから。それは幸寛さんのルートで紐解いていってねってことね。わかった。最後から2番目ぐらいにやりますよ、トールくん。あのさつきさんってでもあれだね、何でも見えてる人なんだね。トールくんも最初から探偵って分かってたよみたいなね感じだったんで。とにかくもう一度7年前の事件を洗い直さないといけないですね。そうだね。君が見た編集の男のことも気になるし。そうなの、顔色悪かったから犯人ですよ、あの人きっと。一旦部屋に戻って考えようか。はい。さつきさん、この資料は全部見ました。お、なんかね一気にね仲良し感出てきたね。あのこのゲームねやっぱりこうストーリーに沿ってねちょっとじわじわと仲良し感がね来るところは私は個人的には好きですね。なんかね物語を一緒に紐解いていく上でねちょっとこうだんだんと距離が縮まっていく、このだんだん感があのもどかしいって感じる人もね多分いるんじゃないかと思うんだけど、私はなんとなく好きかもしれない。じゃあ次はこっち。こう主人公を可愛いなって思うのに結構1エピソードだけで、あこの子いい子だねってパーンってひっくり返るパターンあるじゃないですか。ケイタ君ってどっちかっていうとそういう感じで、こう最初からあんまり塩対応がないキャラクターなんだけど、こっちのゲームって前半結構な塩対応で、1エピソードだけだと君いい子だねってこうパーンとひっくり返らないんですよね。だからじわじわとねトールくんがいい子って分かってもらうまでにね結構かかるのよ。かかるからそのじわじわ感がやっててもどかしいって感じる人もねきっといるんじゃないかと思うなとは思います。今読んでる。急に無言がになっちゃったけど今読んでますよ。はい、南さんね。南さんがそうそう三原さんの息子なんじゃないって私思ってんだけど違うのかな。三原さんって人のねあの立ち絵がないからさ、こう親子だったら顔が似てるはずだからひょろっとしたおっちゃんやったらね南さん息子やでって言えるんだけど、こう恰幅のいいおっちゃんの可能性もあるからわかんないね。はーい、黒板出るかな。
何も見つかりませんね。ねえ、本当に顔を覚えてるの？めぼしい写真は見たはずだけど。あ、南さんを見てるのがトール君だけなんだ。あんなに長い時間一緒にいたんです。忘れるはずがないですよ、うん、顔白かってん。そんで審査員も違った。推薦人の小説家もめぼしいところは見たし、編集の顔も確認した。この中にもいないとなるともう探すところがないな。そういえば、さつきさんの担当だった本当の南さんってどの人なんですか？多分1枚くらいはあったはずなんだけど。あ、これこれ。この人が南さん？そう、あれから7年経ってるからもっと老けているだろうね。訪ねてきたのはこの人だったかい？いえ、やっぱり全然違う人です。そっか。じゃあ君の見たのって誰なんだろうな。探せるところは全部探したのに。さつきさん、ちょっと待ってください。どうしたの？うん、間違いない、この人だ。どういうこと？この人です。俺が会った南さんっていう編集は。これって大学のゼミの写真だよ。この人は2つ上の先輩で、確か岩渕って名前だったよ。でもまあほら、私の推理が正しければ、ほら愛人さんのね方の名前だよね。お母さんの親しかったんですか？いや、ゼミにいる時ぐらいしかまともに話したことなかったと思うけど。でも蒼月賞取ったら顔出しになるのか。新しく取った作家さんだよ的な感じで。じゃああれか、三原さんの息子説は違うのかな。でも俺が見た編集さんは絶対この人です。ほうほう。さつきさん、この人に小説を見せたことはありましたか？いや、当時僕が小説家を目指していることは周囲に話していなかったから、僕が蒼月賞に出品したこと自体も知らなかったはずだよ。そうですか。当時トラブルがあったとか、何か心当たりのあることはありませんか？同じゼミだったこと以上の記憶はないな。とりあえずゼミの名簿があるから電話してみようか。本人宅に直接ですか？これでつながれば話は早いじゃない。岩渕司の番号は、ダメか、やっぱり繋がらない。残念でしたね。当時同じゼミだった人に確認を取ってみるよ。何か知ってるかもしれないから。こんばんは、風間だけど。うん、久しぶり。いやごめん、なかなか連絡取れなくて。それでさ、ゼミの時一緒だった岩渕さんのことなんだけど、ほら、もうね、二個上の先輩の、そうそう、影が薄い感じの。こういうのってね、話またそれるかな。第三者が自分をどう表現して、ほら、私という名前が分かんない人同士。とかほら、記憶でね
あ、ほら、あの人いたじゃん。ああ、あの、なんか、こんな感じの、みたいな。そんでさ、あの、ほら。あの、美人でさ、話が通じる人いるじゃん。あれすごいよね。美貌で、こう、ご近所のね、奥様とか、奥様っていうか、結構かなりの、まあ、全然ね、60歳オーバーの奥様なんだけど、やっぱりこう、あの、若い頃からさぞかしお美しかったんであろうっていう人がね、まあ、いたわけですよ。そうすると、こう、うちの両親とかがさ、名前わかんなくても、だってほら、あの、美人の奥さんっていうだけで、もう美人で通用してるから通じちゃうのよ。ああ、あそこのね、なんとかさんとこの奥さんよ、みたいな感じで。それが、特徴が美人じゃない場合は、こうやってほら、影が薄い感じのとかになるじゃん。で、自分がね、もし人にその話題されてる時って、なんて言われてんだろうと思う時がありますね。で、私の場合は、あの、身長が高いので、まあ、きっと、あの、背の高いって言われてるとは思うんだけど、そう。そこで、その特徴が美人ってつく人すげえなと思うんですよね。なんか、私も言っちゃうんですけどね。よく、可愛い人とか、美人な人とかね。あとは、まあ、男性だったらね、ほら、シュッとしたかっこいい人とかで、みんなが通じるんですよね。そう。今このね、ちょっとね、影が薄い感じの、で、あーって言うてしまう、この影が薄いが特徴の人に悲しさを覚えたの。私もどっちかっていうとね、あの、マイナスイメージでみんなが通じる感じっていうのはすごくね、共感したの。私も絶対ね、あんまりプラスで例えられることないと思うんだよね、とかってね、話それたわ。行くわ。ほら、そうでしょ？影が薄かったのかとか思っちゃうじゃん。そっち側の人間だと胸が痛むのよ。そう。陰キャでね。そうなんですよ。逆に、こっちが陰キャすぎて、向こう覚えてないのよ。こっちが、なんか、クラスメート、特にね、中学生とかの、クラスメートの、男の子なんて、ほとんど覚えてないのよ。で、覚えてないんだけど、向こうは、なんか、絵の上手かった子っていうので覚えてたりするんですよね。オタクだったからね。そんで、なんか、昔まあね、ホームページとか持ってた時にね、コンタクト取られたことがあったんですけど、その時に、その人はきっと陽キャだから、私は絶対俺のことを知ってるときっと思ってるんですよ。そんで、俺、なんとか中の何々って書かれてたんですけど、誰ってなって、で、昔ってね、結構ね、無造作にね、書いてくるんですよ、また。今ならそんなのね。逆にないんだろうけどね。そう、私全然分かんなかったことあるの。相手が陽キャなのにね、私が陰キャすぎてね、またそれたわね。ちょっとそう覚えてなかったし、あの陰キャもね、相手がたとえ陽キャだろうとね、覚えてないのよ。で、向こうの方がむしろこっちの陰キャを覚えてたりとかすることもあるんだよ、ね、今何やってるか知ってる？で、ごめん覚えてないってなる、うん、怖いってなる。覚えてなさすぎて。それ本当？うん。それで？何？その件分かったらメールして。うん、ありがとう、助かった。お礼はまたするから。じゃあね。またどっかで、なんかいいキャバクラとか連れて行ってあげんのかな、さつきさんな。お礼な。ほう、なかなか面白いことが分かったよ、探偵くん。探偵くんね、ほとんどさつきさんが調べてて、探偵くんの手柄がまだあんまりないんだわ。うん、岩渕は大学卒業後、岩原司って名前でライターをやっているらしいんだ、うんうん、しかも大学時代に法政出版でバイトをしていたってことも分かったよ。それじゃあ岩渕は7年前、
さつきさんの小説を読んでいた可能性があるってことですね。大手出版社のバイトさんだったんだね。しかも法政出版なら編集者の南のことを知っている、うん、ってことは彼がさつきさんの両親を殺した真犯人ってことですか。何に恨まれてたんだろう、うん、それはまだ早がてんすぎるな。盗聴器を仕掛けた犯人の可能性は高いけど、彼はまだ疑わしいって程度だね。何しろ動機もわからない。さつきさんを殺そうとする理由か。とりあえず岩渕について俺の方でも調べてみます。そうだね。僕の方も彼の連絡先を調べてもらっているから、各自で調べられることを調べて、それから作戦を立てようか。はい。じゃあ俺、今日は部屋に戻ります。また調べてみますって里村さんに丸投げなのか。緊張して疲れた一日だったな。お疲れ。ね、やっぱり佐藤村さんに調べてもらおう。トール君、佐藤村さんの音楽流れるかな。はい、佐藤村探偵事務所。佐藤村さん、トールです。至急調べてほしいことがあるんですけど、ね、お願いできますか。調べてみますって言うんだけど、あの里村さんに丸投げしてきますって感じだよね。焦るな、落ち着け。まずは要件を聞いてからだ。例の風月院先生の小説のデータは読んだぞ、うん、それについて何か分かったのか。はい、実はカクカクシカジカです。へえ、審査委員長が自分の息子に受賞させたくてそんなことをね。泣かせる話だが、剥奪された側にとってはひどい話だな。その手紙の話が本当だとすると、さつきさんが小説で書いていた推理は間違っていたことになるんです。里村さんはこの手紙に書いてあったこと本当だと思いますか。確かにどれも証拠のない話だから裏付けを取らないことにはどうしようもないんだが、脅迫状が送られた件は納得できても、車にトリックを仕掛ける動機は見当たらねえな。そうなんですよ。だからさつきさんの車に小説と同じトリックを仕掛けた人物と脅迫状を出した人物は別なんじゃないかって考えたんです。確かにその岩渕ってやつは怪しいな。そいつが風間邸を訪問した時期と風月院先生が今年の草月賞に小説を応募した時期が近いことを考えると、あの小説を見てアクションを起こした可能性が高いな。あ、先に送ってあったってことか。トール君たちが絡む。だがそいつが風月院先生を殺す動機は見当たらねえんだろ。はい、だからその人のことをもう少し里村さんの方から調べてほしいんです。お願いします。何かに対してね、許せなかったのよぐらい思ってないと、なかなかね、車に仕込んで殺しちゃろって思わない。分かった、そっちは調べておく。それと風間夫妻の事故の件だがな、たとえ風月院先生の小説の通り警察の初動捜査ミスだったとしても、再捜査は難しそうだぞ。そうなの、初動捜査ミスこそね、再捜査してくれないよね。どうしてですか。隠蔽隠蔽。警察だって過去の不祥事について今さら掘り返されたくないからな。そうなの。決定的な証拠か証言がなければ相手にすらされないだろう。その時の担当警官は証言してくれないんですか。それなんだが、そいつはもう警察を辞めているらしくて、すぐには足取りがつかめそうにない。そうなんですね。
とにかく何か一つでも糸口が見つけられればどうにかなるかもしれない。お前も引き続き調査してくれ。俺の方も調査するから。はい。糸口か。携帯ですね、もしもし、トールです。起きてるか、トール。昨日頼まれた岩渕の件調べてきたぜ。本気になるとっていうね、このね、有能なんだよね、里村さんと。きっとね、里村さんルートが楽しみですよね。そうそう、きっとね、里村さんルート若干楽しみなんですよ、私。優秀なとこガンガンね、見せてくれるのを待ってるんですけどね。最後にやりますけどね。あ、いつもこうだといいんだけど、そのね、ギャップもええですよ、そこはね。はい、目は覚めました。何が分かったんですか？すげえことが分かったぜ。審査委員長の三原、あいつの隠し子ってのが、あ、やっぱりあの岩渕らしいんだ。やっぱそうでした。え、じゃあさ、岩渕さんさ、小説家としてさ、デビューしてるはずだよね。そっから鳴かず飛ばずだったから。あ、でもそうか、7年前だからね。え、それって三原が賞を取らせたかった息子が岩渕ってことですか？岩渕さんがそれでもらったんじゃないの？うん、私も混乱してきた。ああ、三原がよく通ってるクラブのママからの情報だ。岩渕の母親は息子を身ごもってすぐ店を辞めたって話だ。ほう。ということは、岩渕が7年前の蒼月賞の受賞者ってことですよね。でも取れなかった。ママの話が本当ならそういうことになるな。でも取ってるんだ。本名岩渕司、そいつのライター名が岩原司。7年前の受賞者の名前が原司。確かに同一人物の可能性は高いな。そうですね。そのあたりのところをさつきさんに報告して詳しく聞いてみます。お、すまないな。頼むわ。はい、報告しましょう。ちょっと三角ボタン押します、ね、やっぱりね。はい、よいしょ。お、ニューが出ましたね。はい。あ、悪っ急に顔悪なったから、この顔でやってきて、声優さんがね、またね、お芝居の見せ所みたいなね、悪い、サイコパス味を出した演技をね、見せてくれるんでしょうね。ちょっと楽しみにしてますね。力なく喋ってたもんね。あー、ほら、だってこんなんやったもん。ほら、こんなんやったのに、こんなんなんねんって悪なってる。眉毛がもうほら、眉毛のさ、整え方が違うもん、ほらね。ちょっと眉毛、なんだ、眉カットにしてきたんかもしれへんな。わかった。岩渕のライターとしての名前を聞いたときに似てるなとは思ったんだ。だけどそれだとおかしいよね。僕を殺そうとする理由がない。でもすっごい悪そうな顔してたから、なんかあるんでしょうね。許せなかったのよっていうことがね。そうですね。さつきさんが受賞するのを阻もうとして車に細工するならわかりますけど、さつきさんの受賞がなくなった時点でその必要はなくなりますもんね。
まあでも死人に口なしにしたかったのかもね。もちろん受賞が取り下げられた時、最初に僕の代わりに受賞した人物を疑ったよ、うん、でも僕の車に細工がされたのは受賞が取り消しになった後なんだ。どうして受賞の後だってわかるんですか？小説のトリックを覚えているかい？はい、確か車のタイヤに亀裂を入れておいて熱で溶ける補修剤で塞いでおくんでしたよね。そう、それで高速を走った際にタイヤが高熱になると補修剤が溶けてバーストするって仕掛け。だけどその細工が可能だったのは受賞の発表後なんだ。どういうことですか？その日、受賞取り下げの話を聞いてから僕は講義をするために車で出版社に向かった。その途中でタイヤを交換したから仕掛けられるのはそれ以降ってことになるんだ。確かその日にさつきさんは家族との食事会に参加したんですよね。その場所に向かうときは何ともなかったんですか？うん、レストランまでは一般道を走っていたからそんなにタイヤが高熱にならなかったんだろうね。もし高速を使っていたら今僕はここにいないだろうね。ということはさつきさんの車にトリックを仕掛けられたのは出版社に車を止めた時か食事をしている間ってことか。おそらくね。レストランは店員しか駐車場に入れないから仕掛けられたとしたらきっと出版社。あ、ちょっと待って。レストランの店員になってればいいんじゃない？何か連絡ですか？友達のライターに岩渕のメールアドレスを教えてくれないかって頼んでおいたんだ。これで岩渕と連絡ができる。なんて書くんですか？とりあえず疑問点は呼び出して聞くのが早いでしょ。これならすぐに返事してくれると思うけど。7年前のことについて話をしたい。ことを公にされたくなければ必ず以下の場所に来ること。返信がない場合は証拠を持って今すぐ叱るべきところに行く。で、さつきさん、これいやもう証拠って何のことですかって聞きたいよね。でもさつきさんこの段階ではふわっとごまかしそうな気がするよね。ねえ、でもちょっと直接の取引は危険ですって言いたいところなんだけど、証拠って何のことですかって聞こうかな。この辺からね、あの選択肢怖いんですよね。ルートが変わるのよ、後半ってね。さつきさんは受け攻め関係ないと思ってるんですよ。トール君が受けだと思うんですけど、お友達エンドに、ね、なっちゃう可能性があるんだけど、証拠って何のことですかって聞きましょう。えい。前から思っていたんですけど、証拠って何ですか？教えてくんないでしょ。でもほら、小説にも証拠があるって書いてありましたけど、もしかしてそれのことですか？そう、それでこれなんだけど。お、なになになに、教えてくれるの？なんかめっちゃトール君信頼されだしたな。今まで結構煙に巻かれてたんで、さつきさんは教えてくれないでしょって私思っちゃうんですけど。ほう、君に預かっておいてほしいんだ。開けちゃダメよってやつ。え、そういうのってさ、胸ポケットに入れてたことでなんか撃たれたり刺されたりした時にこの茶封筒のおかげでって薄すぎるか助かったみたいになる茶封筒かなと思ったんだけど、さすがに茶封筒はペラペラすぎるか。この封筒の中身何ですか？
鉄板とか入ってたのかなと思って、茶封筒の中に。よくそういうのほらね、お守りがありがちなんだけどね。秘密、僕の切り札だからね。開けない。これって偉いんだよ、ね、事件を証明できる証拠なんじゃないんですか。そんなものがあるなら早く警察に。警察は当てにはできない。ほんまほんま、それはそう。でも僕に考えがあるんだ。それを試したくてね。わかりました、俺も一緒に行きます。俺だってよくも騙したなってあの人に文句言いたいですから。きっと君は僕が断ってもついてくるんだろう。可愛いでしょ、そういうところ。もちろんです。今あの RPG でいうとね、さつきさんを動かせるようになってるんですよ、切り替わってね。そんで今トール君が後ろね、ウェイウェイってくる。さつきさん動くたびにくっついてきて可愛いでしょ。トール、おお、ありがとう。ちょっと私が感動した。ありがとう、いただきました。すごいすごい。こんなんいくらあってもいいですからね。いえ、俺は何もしてないですよ。うん、あの結構里村さんに丸投げしてただけなんですけど。ねえ、君は僕に文芸小説を書いてほしいって言ったよね。今でもそう思ってる？はい。この件が片付いたら君を主人公にした探偵小説を書いてあげるよ。あ、じゃあそれが本になって、で聖君が映画化とかドラマ化とかするんでしょうね。ピオタンお屋敷潜入大作戦っていう作品がね、出来上がるんでしょうね。出れたね、すごいね。本当ですか？あ、嬉しそう。約束ですよ、絶対絶対ですからね。かわいい、かわいいでしょ、さつきさん。全部無事片付いたらね。でもこれね、死亡フラグだよね、死ぬやつだよね。さつきさんって言ってね、死んじゃうやつですよ。ほらほら、死を覚悟した言葉だよこれ。岩渕から返事が来た。さすがに早いね。さて、待ち合わせの場所に向かおうか。もうね、悪い顔になってるからね、岩渕さんね。こんな顔になってる、こんな顔に。そうそう、こんな顔でやってくるからね。さあ、出かけるよ。はい。はい。結構ね、長く見たので今回はここまでにしておこうかなと思います。面白いですね、面白かった。ここまでの流れっていうか、あの普通にBL としてどうなのかはさておきですよ、その辺好みだと思うんで。私はすごいね、あの聖君ルートのストーリーもね、あの聖君可愛くて良かったんだけど、普通にこれはこれでね、探偵ものとしてね、ふんふんふんって見て面白かったですね。そんでやっぱりちょっとほら後半さ、さつきさんがちょっと出れてるよね。あの塩対応じゃなくなって、徹君に対してねちょっと優しくなってるのもね、ちょっとエモかったので。こっからどんどんね、さつき様もね、トール君がなくてはならない存在になって、あの聖君ルートの感じで行くと、
くっついてからもちょっとイチャイチャエピソードが2つぐらいはね多分入ってくると思うんで、楽しみにやっていきましょう。それでは今回はこの辺でおやすみなさい。たまでした。